一般的な衛生用マスクだて、マスクとは、本来の衛生上の理由とは異なる目的で常に、マスクを着用すること、あるいはそのようにして、マスクを着用する人のことを指す。完全に外すのは飯、風呂、寝る時だけと証言する者も,もいる。一般的にマスクは、口や鼻を覆うことで、菌や花粉、粉塵が体内に侵入することを防ぐといった。 衛生上の目的で使用されるが、そうした本来の用途から外れた目的で、マスクを使用する者がいる。白報道若者研究所の原田洋平が、近頃の若者はなぜダメなのか、で、伊達マスクについて取り上げた。その後、朝日新聞が2011年1月に、日本の10代の世代にそうした傾向が見られることを、報じて、同志の取材で年代を問わず大人の中にも、 ダテマスク着用者が存在することが明らかになった。当初インフルエンザ対策や花粉症対策などの目的で着用していたものがダテマスクに転化する場合もあるため、第三者にとってはダテマスクかどうかの区別は容易ではない。しかしその実、渋谷センター街でマスクを着用している人のうち、約3割がダテマスクだったという調査もある。着用者や推進派が語る。 ダテマスクの目的は以下の通りである。ダテマスクをやめる決意をすることをマスクたちという。聖学院大学人間福祉学部准教授の山田、まゆみは、ダテマスクには他者の目に対する強い意識を感じる。かつてのガングロや目力メイクに通じるものだと思う。と語る。白報道生活総合研究所アナリストの原田、洋平はメールや SNS など、 ネット上のコミュニケーションに慣れた若者が、ダテマスクをするようになっている。人間のコミュニケーションは本来、言葉付きや相手の表情を含んで取られるものだったが、携帯やパソコン上の文字だけのコミュニケーションでは、そのような要素がないため、互いに本音を隠したままでことを進めることができる。それに慣れてしまった若者たちは、まず自分の本音を他人に知られることが怖い。そして、 自分の弱みを知られることを嫌うのではないか。と指摘する。国際医療福祉、大学臨床心理学専攻教授で、教育評論家の和田秀樹は、リアルなコミュニケーションを避けるのは、社会不安障害に近い症状で、マスクは、引きこもりにならないようなんとか、外に出るための一種の防衛装置である。表情を読まれないことになれると癖になってしまう。と語った。 2011年3月に女性セブンが渋谷センター外にてマスクを着用していた10代から30代の100人にアンケートを実施したところ31人が伊達マスクだった。ありがとうございます。